皆さん、こんにちは。サッカーのワールドカップカタール大会、世界ランキング24位でグループ E の日本は、11月23日の1次リーグの初戦、世界11位で西ドイツ時代も含めて過去4回の優勝を誇るドイツと対戦し、途中出場の堂安律選手と浅野拓磨選手のゴールで2対1で逆転勝ちを収めました。日本と同じ1次リーグ E 組のスペイン代表フォワードアセンシオが11月24日ドーハで記者会見し、23日の同組初戦でドイツを破った日本について言及しました。今大会のスペイン代表と日本代表の戦いぶりをアセンシオのコメントとともに解説していきます。スペイン代表はカタールワールドカップ初戦となるコスタリカ戦で7-0と圧勝し、日本と同居するグループ E で勝ち抜けの有力候補として名乗りを上げました。スペインは前半11分にダニ・オルモ、華麗なトラップからのゴールであっさり先制に成功します。するとその後アセンシオにファインゴールが生まれます。前半21分、左サイドでボールを受けたジョルディ・アルバがペナルティエリア中央に低いクロスを供給します。このラフに入れたボールにボックス内のアセンシオが反応します。ショートバウンドした難しいボールでしたが、得意の左足でダイレクトで合わせて見事にゴール右下へと突き刺しました。同選手にとってはこれがワールドカップ初ゴールとなりました。記念すべき得点でチームに追加点をもたらしています。ボールのバウンドにタイミングよく合わせられたこのワールドクラスのボレーシュートでのゴールに、アベマのコメント欄はこれをダイレクトで蹴られるんだ、うますぎるだろ、精度がえぐいなど、アセンシオのシュート精度の高さを称えるコメントであふれました。ツイッター上では本当にシュートうまいや、アセンシオなどのコメントが上がり話題となっています。そして同31分にはフォワードのエフトレスが次々にゴールを決め、前線の3選手が揃い踏みとなりました。終了間際には交代出場のフォワードモラタが打ち止めとなる7点目を決め、大量得点でコスタリカに勝利を収めました。ゴールキーパーケーラ、ナバスを中心とした守備に定評のある相手をものともせず、スペインらしい攻撃で粉砕しています。またサッカー部であれば誰でも経験する鳥かごがこの試合中に起こりました。しかも中で鬼を務めたのはまさかの審判でした。この珍プレーに困惑するファンが続出しています。一体何があったのでしょうか。珍しいシーンは49分に起こりました。スペイン代表のジョルディ・アルバ、ペドリ、アセンシオらが持ち前の技術を生かしてダイレクトの高速パスを回し続けていました。するとその早すぎるパスワークに審判が立ち位置を迷っていました。結果審判が鳥かごの鬼のように選手らの中央に立ちパスワークを止めてしまったのです。するとアベマ視聴者からは審判も困惑中など、文字通り火中にいるレフリーに対して言及するコメントが殺到しました。加えてこのパス回しでご飯食べられる、うますぎる鳥かごと視聴者からスペイン代表選手らの高すぎる技術を称賛する声が集まっていました。アベマ実況者八木下圭介氏もパスワークを支えているのは正確な足元の技術でもありますと選手たちのプレーを絶賛しました。確かに珍プレーではありますが、審判を混乱させるほどスペイン代表選手たちのボールコントロールの技術は際立っていました。彼らがボールを持つと一瞬たりとも目が離せません。そんなスペインは第2節でドイツと対戦します。日本はグループ最終節で当たることになっています。圧倒的な攻撃力を誇るラロハと相まみえる前、日本は第2節のコスタリカ戦で確実に勝利を挙げておき、決勝トーナメント進出の可能性を少しでも高めたいところです。華々しいゴールラッシュにスペインのスポーツ紙マルカは、歴史的なエキジビション、夢見ていたデビュー戦、アス氏はティキタカが戻ってきたと試合内容と結果の伴う戦いぶりを称賛しました。主なデータとしては枠内シュート17本で7点、コスタリカのシュートは0、ボール支配は 82.8%。 今回の荒稼ぎでスペインは同大会での総得点が100点を超えたといいます。これはブラジル229点、ドイツ227点、
アルゼンチン138点、イタリア128点、フランス124点に続く6カ国目となりました。ルイス・エンリケ監督は試合後、全てがうまくいった、歴史的にスペイン代表は勝利でスタートしていなかったが悪い流れを断つことができたと第一声。次節のドイツ戦へ向けては同じ狙いでいくとしながらも、変更点はあるとしています。初戦で自身ワールドカップ初となるビューティフルゴールを決めたスペイン代表フォワードアセンシオは11月24日ドーハで記者会見し、23日の同組初戦でドイツを破り、最終節で対戦する日本について、その前にドイツに勝って決勝トーナメントに進みたい、日本は規律があってアグレッシブ、速くてテクニックもある、いいチームだ、組織的に戦わないといけない、僕たちは東京五輪でそのことを見ているし、倒すのが難しい相手だよ、でも僕たちは日本よりも上に行くことを目指していると警戒をしてます。また日本代表ミッドフィルター久保建英については、僕は久保のことを知っているが、彼は素晴らしい才能と高いクオリティを備えた非常に危険な存在だと評しています。日本とは12月1日の第3戦で顔を合わせます。背番号10をつけるアセンシオはスペインの名門レアル・マドリードに所属しています。なおアセンシオは東京オリンピックにも出場し、日本戦ではゴールを決めています。日本にとっても最大限の警戒が必要な選手です。アセンシオは次節ドイツ戦について、本当に素晴らしい選手たちを揃えた強豪だ、とてもいいサッカーをするチームなので厳しい試合になることは分かっているし、大いに苦しめられると思うが、再び勝ち点3を獲得できるように頑張るよと意気込みを語りました。またアセンシオは7得点を奪って幸先の良いスタートを切ったことで、自分たちを優勝候補だと思うかという質問に対し、昨日の試合はあのようなプレーを続けていかなければいけないということを確認するものとなった、あのような結果は今後に向けて自分たちに大きな自信を与えてくれるが、過信してはいない、監督もそんなこと許してはくれないしねと浮かれた様子を見せませんでした。自分たちのプレーができればいい結果を出せると27日のドイツ戦を見据えました。スペイン紙マルカは24日ドイツを撃破した日本代表について革命を起こしたと報道しました。日本と同じ E 組第3戦で対戦するスペイン代表はスペインよ、気をつけろ、日本が来るぞと警告しました。同紙では日本について前半は最悪の予兆を確認するようなものだったが、ハーフタイムに復活を遂げ2-1の勝利を収めたと報道。1次リーグ第3戦を前にスペイン代表に重大な警告が発せられたと日本への警戒心を強めました。さらに同紙では元ドイツ代表のベルント・シュスター氏がドイツは日本の3センターバックとハイプレスに適応するのが難しかったとコメントし、日本の勝利を祝福したと紹介しました。後半にミッドフィルター久保を下げ、ディフェンダー冨安を投入し3バックに変更した森保監督の手腕を評価しています。日本代表の歴史的金星を驚いた様子で報じていました。これだけ警戒心を強めているスペイン代表に日本はどれだけ立ち向かえるでしょうか。まずは次節のコスタリカにしっかり勝利を収め、難敵であるスペイン戦に少しでも楽な気持ちで戦いたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。